山口ゆり子は日本の声優、女優、大阪府出身、青にプロダクション所属。本名は山口ゆり子。埼玉県入間市在住、演演劇研究所の専攻科卒業。声優事務所81プロデュースに所属した後、フリーとなり、その後ビーボに所属していたが、再びフリーになる。 2013年6月から青にプロダクションに所属。新世紀エヴァンゲリオン以前は、主に劇団同学先生や、ドイツやアジアとの合同公演など、舞台女優として活動していた。白石文子が引退した際には、ポケットモンスターシリーズの上位役を、第245話より引き継いだ。2007年2月から6月までの5ヶ月間産休を、取っていた。産休中。 小林優子と井上菊子が代役を務めた。趣味は水泳、料理、芸術鑑賞、ウォーキング。特技は単語。愛称のゆる語はワンピースのアフレコ現場で付けられたもの。好物はたこ焼きとイか焼き。学生の頃に高賀流たこ焼きに通っていた。ワンピースで演じるニコロビン役はオーディションではなく指名で決まった役であった。当時の監督だった。 歌子の助からは、ロビンが、レギュラーキャラクターで、ルフィの仲間になることも事前に聞かされていたといい、役を演じる上では、つかみどころのない人を意識するように言われたという。ロビンが、バロックワークスのミスオールサンデーだった頃については、本来の彼女の性質と違い、闇を抱えていたと評し、ルフィたちがその、闇もひっくるめて、全てを受け入れてくれたことでロビンは救われましたと、話している。 ロビンを演じる上で一番大きかったことは、ロビンの母親のニコ・オルビアを演じたことだった。幼いロビンではなく、母親であるオルビアとして、母親の気持ちを演じたことで、改めてロビンを深く理解できるようになったという。その上で、ロビンとオルビア、どちらの心情も分かって、今のロビンを演じているつもりです。ロビンは強いし、後ろを振り返らない。 彼女の心の中には、ルフィたちだけでなく、常に、あの時の母もいる。オルビアを演じたからこそ、ロビンが、母の気持ちを受け取ったという実感がありますと、語っている。山口は、ワンピースを、声優という職業に対して、まっすぐな気持ちで向かせてくれた、作品、声優という職業のプライドやプロ意識を学んだ、作品と評している。ロビン役をもらったばかりの頃は、 声優業を続けることに自信が持てず葛藤を抱えていたというが、ワンピースを経験したことで、どの現場でもプロ意識を持って、向き合えるようになったと振り返っている。そして、ロビン役をいただいたことは、運命としか思えなかったですとし、ロビン役のオファーを与えてもらったことに深い感謝の思いを述べている。太字は、メインキャラクター。ありがとうございます。